冬の間、雪のため通行止めとなっている日光市と群馬県をつなぐ根西道路では、本格的な春の観光シーズンを前に除雪作業が急ピッチで行われています。春の観光シーズンに向けて除雪作業が急ピッチで行われています。日光市湯本と群馬県片品村を結ぶ国道120号根西道路は、雪の影響で去年12月25日から 17.6 キロの区間が通行止めになっています。今シーズン積もった雪の量はおよそ350センチと、昨シーズンに比べ30センチほど多くなっていて、栃木県側の 5.5 キロは今月の中旬から除雪作業が始まりました。今日は除雪車など3台で作業を行い、白いアーチがかかったかのように道路に積もった雪を勢いよくかき出していきました。除雪作業はすでに終盤に入っていて、来月25日の正午に予定されている通行止めの解除に向けて準備を進めます。この根西道路は日光を代表するですね、観光道路、景色のいい道路です。多くの方にですね、安全にですね、日光に来ていただけるようにしっかりと整備をしてまいりたいと思います。県日光土木事務所は、春の大型連休頃までは雪が残っている可能性があるため、根西道路を利用する場合は冬用タイヤを装着するよう呼びかけています。